あ、どうもー久しぶりですね、どうも。いや、終わりましたね、キャンペーン、スプリング。もう春終わりですよ。桜もね、もう散るんじゃないかなと。というところで、スプリングス、スプリングスキャンペーン終わりましたけども、次行きます。まあ、次が本題ですから、まあ、これ告知ですね。あの、この YouTube の下にですね、僕のインスタの URL 入れときますので、この YouTube の下にね、インスタの URL。 で僕もね、インスタね、気づいたらね、もう7年ぐらいやってますね。なんか一番最初に投稿したのは2015年なんですよ。2015年の12月ぐらいなんですけど、だから今年の12月行ったらもうまるっと 7, 7年ですね。2022年ですよね。で、僕ももう、もう、まあフォローはね、今月中にちょっと1万人多分行くと思うんで、まあ、ちょうどいいかな。ちょう、ちょうどタイミング的に良かったなと思うんですけど、 まあ今回ね、まあ、ネットでこう、あ稼ぐ上で、まあ、一番の、これ一番の <laughs>、一番のね、まあ、僕はすみません、凡事って、何でもね、まあ、ちょっと徹底的にやらないといけない部分あるんですけども、吉田さん、インスタ7年すかみたいなね。7年すかみたいな <laughs> っていうとこあるじゃないですか。で今回、熟成さんでね、まあ、先月だったかな、音声対談ちょっと取ったんですけど、 あの、熟成さんでね、なんと、あの、大阪に住んでるマサキング、マサキです。マサキがやりおりまして、1ヶ月、まあ、全くゼロベースですね。全くのゼロベース。インスタアカウントゼロ。ね。で、開始1ヶ月ぐらいで集客をして、で、300万売り上げを作ったっていうね。このインスタ集客からのコンテンツ販売ですね。うん。これを、あのね、今ね、 僕ね、自慢ですけど、完全に自慢なんですけど、インスタで稼ぐっていうノウハウを一度も検索したことないですよ。もう完全自流でやってたんですね、インスタに関しては。で、僕の場合は、なんでそういう風にやってたかっていうと、まあメインは YouTube じゃないですか。インスタは僕はね、中長期戦略なんですよ。で、今回まあもちろん僕のね、まさきくんのね、まさきくんのインスタノウハウに関しては短期ですよね。短期でちゃんと集客して、ちゃんと売るっていう、 まあ実際にね、全くゼロベースで、えー、インスタを攻略して、1ヶ月で、なんだ、えー、集客して、ラインアウトに1ヶ月で100何人かな、集客して、で、300万ぐらい上げ,上げたんですよ。で、その音声対談を取ったんですけど、また取りますけど、で、それのノウハウをね、まとめて、インスタ大全みたいなの作ったんですよ、はい。これ今ね、僕見てるんです。<laughs> で、見てるんですけど、いいっすね。いいというか、 ややっっぱちゃんととてるなと思いますね僕はすみません僕は僕のまあ今回も,もちろん得点つけます僕が7年間インスタやってきてまあまああの販売する頃には1万人あとね200人ぐらいなんでフォロワーね1万人ぐらいいくと思うんですけどまあその僕の中長期戦略ちょっとまさきくんのとはちょっと違うエッセンスの特別特典ですね まさきくんのインスタ大全は、まあ、短期集中しっかりと売り上げ上げるっていうで。僕の場合は中長期でファンを構築して安定的にそのアクセスを、トラフィックを集めたりとか、まあ、安定的にアクセスを持ってきたりとか、まあ、あ、うん、ビジネスをこう安定させるっていう考え方ですね。考え方と戦略を、あの、特別講義をね、新しく作ります。新しく。イン,インスタ1万人フォロワー、 記念講義みたいなそういやーねまあまあ要はネ,あのネットで一番その悩みのところって集客なんですよ集客ねそうみんな集客でね挫折するんですよそうまあもちろん集客したからっていって今度ちゃんと売っていくっていうことも必要なんですけど結構ほとんどの人がまあ集客で挫折してるんじゃないかなっていうのがまあ,あ僕もいろんなサポートしてて思うことがね うん、まあぶっちゃけ集客に関しては無料と有料この2つなんですよ大きく分けてお金払って集客するのか無料で集客するのかとで今回のノウハウっていうのは完全全部無料でね集客したことですだからお金かけずに集客したいっていうだからお金かけてもいいよって方はフェイスブックの広告運用だったりとか PPC 広告だったりとかを勉強すればいいと思いますで僕はまあ広告使わないタイプなんで だ使わないから無料を使い,こな使いまくるって感じですね。だインスタも7年ですよ。まあ、正確に言うと6年、何ヶ月ですけど <laughs>、約7年ですね。やってますし、まあ、YouTube に関しても、まあ、YouTube に関してはもう7年ぐらいなんのかな。うん、7年ぐらいにな,るなると思いますよ。うん、多分、僕のある3、4マガジンの古い順に並べたら7年前とか出てくると思うんで。 うん、まあずっとやってるし動画もねいっぱいあるしそううんまああのこの多分動画が公開される頃にはあの多分大量の動画がいきなり公開されてると思いますので <laughs> すいませんこの動画が公開される頃にはあのいきなりねあの,たあの多分500本ぐらいは一気に公開するんで一般公開ねうん。 まあ裏でもやってますからね、僕動画。今はその販売プロモーションをするときに動画をもう精査して予約投稿とかして精査して、もう大体まあ一日一本ずつ、まあ見やすいようにですね、Q&A に関してはアップしますけども、来たらね、あの余計な動画をアップしないように、あの公開しないようにしてます。動画を作ってるけど公開しないようにしてます。で、プロモーションみたいなちょっとキャンペーンとか終わったら、ちょっと落ち着いたらちょっと公開するみたいなね、形に変えましたけど。 まあ、とりあえずねみんな集客で、あのー、挫折する傾向が多いのでまあインスタはねいいと思いますよでな,なんでインスタがいいかっていうとやっぱね集客するのにやっぱその YouTube とかあのブログに関しては、まあ、YouTube は比較的まだあー SEO 的に緩い部分あるんですね、まあ、ブログとかウェブサイトに比べると YouTube は比較的 SEO 緩いんですよ うん、だけどやっぱり昔に比べるとライバル多いですからまああのまあ結局その SEO の対策を入れたとしても、まあ、YouTube を始めたばっかの時っていうのは、まあ、YouTube のアカウントに信用がそもそもないじゃないですかだからそこでアクセスを集めていくって結構大変なんですよだからそのトレンド系とかね時事ネタとか芸能系はちょっと別ですよで特に特にもう本当にこれはもうマジで 確実にそうなんですけど、ネットで稼げるみたいな副業とかそういう情報の YouTube やっても全然伸びないですよ。マジで。全然伸びないです。<laughs> まあそ,そもそも Py が小さいですからね。で Py も小さいのにアカウントパワーないみたいなね。今日解説しました。で、インスタの場合はどこ、何がいいかっていうと、ある程度自分でそのアクセスを操作できるわけですよ。 で僕もね、ずっと、だからこの7年、隙間時間ずっといいね回りしてますけど、まあでも隙間時間なんでね。で、あとね、軽いんですよね、やっぱ写真だから。だから、どこでもアップできるんですよ、写真とか撮って。うん。だからね、なんか YouTube の動画とかはね、まあどこでも僕撮れますけど、じゃあどこでも撮ってすぐ秒でアップロードできるかっていうと、動画30分枠とか喋ったら秒でアップロードできないんですよ。で、インスタは写真なんで、 スマホで撮って秒でででアップロードできるんですよでしかもそのいいね回りしてアクセスをこう集めていく手動で集めていくってことができるのででこっちからフォローしたらフォロー返しが来る可能性が高いんですよね高いというか、まあ、その高いやり方もあるんですけど、ね、フォロー返しをしてもらいやすいフォローの仕方っていうのもあるんですよまあそれは僕の中でのまあ7年やってますからまあ要はまあ自分でこうなんだろうな こっちから行けるとですね。行けるっていう。うん。でも YouTube の場合は、YouTube とか Google の場合は、どちらかというと SEO 対策して待ち。どちらかというとね、うん。だってインスタみたいにいいね回りとかなくないですか。うん。いいね回りとかできないしね。うん。だからその、まあインスタやってないと分かんないですけど、いいねを押すと、まあ、そのプッシュ通知というか、ポップを、まあ、こう、 僕はちょっと出してないんですよ。人数多いんで。もう、インスタに関してはその、ポップ出ないようにしてるんですけど、まあ、ポップ出るようにしてる人はね、誰々さんからいいねされました、誰々さんからフォローされましたって、ピッ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 って、iPhone とかスマホにポン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 出てくるわけですよ。お、とんどんいいねされたぞってってアクセスくるわけですよ。わかります非常にね、インスタは、まあ、ブーストアップとしてはいいですね。 だからまあこれは僕が情報商材完全バイブルを書いた頃は僕は Facebook をやってたんですよ。で Facebook のもいいね回りもできるしコメント回りもできるしブーストアップとしてはあいいかなと。ただ今はどちらかというとあのそうですよね。そうはやっぱインスあの Facebook は昔バーン行きましたけどもう Facebook 離れしてるわけですよ。どちらかというとまあインスタの方が アクティブ多いいかなっていう、まあ、肌感覚ですよ、まあ、もちろんフェイスブックはだからフェイスブックに新規でやるっていう人が多分インスタの新規はいるんだけどまあすいませんこれデータ見れば分かると思いますけどフェイスブックの新規より多分インスタを新規にやる人のほうが多分多いと思いますすいませんこれデータ見てないんで分かんないですけどどうですか今からフェイスブックやるっていう何かね多分ねちょっと時代じゃないですよね多分で今の若い子多分フェイスブックやってないんで ただしですよ情報ビジネスとか情報コンテンツとかはその総的にぶっちゃけ今残ってる人ってフェイスブックおじさんっていう人たちなんですよフェイスブックおばさんだったりとかフェイスブックおじさんフェイスブックパトロール隊がいるんですよもう常にフェイスブックを見てね周りのねご近所さんをねこうパトロールするっていうフェイスブックパトロールおじさんがいるんですよでそういう人は残ってますでそういう人はぶっちゃけまあ僕が扱ってるような商品は 売りやすいです, <laughs> 売りやすいでだからその商品によってもですね、うん、ぶっちゃけまあこれあの西野さんキング・ゴング西野さんも昔ちょっと言ってたんですけど確かにまあフェイスブックばナーにしてるんだけど逆を言うとフェイスブックばナーにしてるからフェイスブックで勝ちやすいみたいなね分かります離れてるからこそそこでちゃんと攻略すればちゃんといいよねっていうだから僕だったらフェイスブックやりますとみたいなことをね昔言ってたんですけどまあ確かにそれもあるなっていう。 ただ、時代の流れ的に言うと、まあ、インスタかなっていうね。だってもう、インスタ映えなんかは、だから最近なんか、例えば春じゃないですか。で、春で、インスタ映えスポットですよね、映えスポットみたいな感じで、みんな写真撮ってね。で、あと、要はね、カメラ、なんかスマホのね、もうカメラがね、もうこれも、もう今も相当高性能なんですよ。今 <laughs> 要は 今後の、まあ、ちょっと時代の流れを読んでほしいんですけど、今後スマホがアップデートされるわけじゃないですか。これからもね。もう正直行ききってる感はあると思うんですけど、これから企業がスマホの機能をアップデートするときに何を機能をアップデートするかっていうと、もうね、カメラしかないんですよ。正直。正直カメラのき機能性をアップするぐらいしかないんですよ。だから昔の あスマホのカメラの機能より今のカメラの機能の方がもうめちゃくちゃ綺麗じゃないですか、まあ、それは昔からスマホを使ってる人だったら分かると思いますけど今僕 iPhone13 使ってるんですけどめちゃくちゃ綺麗なわけですよで多分今後カメラの性能はおのずと上げるっていうかあそこしか上げるポイントないじゃないと僕は思うんですねだから CPU とカメラですね分かります <laughs> だってもうなんか出尽くしてるじゃないですかだからもう CPU とカメラ機能ですね 多分ここら辺じゃないですか。もう、これから進化するのって。じゃあ今後カメラの機能がもっとどんどん進化するわけじゃないですか。ただポ、ポートレートとかも iPhone でポートレート機能みたいな一眼レフみたいな機能みたいなピンボケできるやつ知ってますよね。で、あれも出た,出た時よりかは今の方が結構クオリティ高くなってよく分かだから iPhone13 が取れるからかな。そのポートレート動画みたいな。な,なんだっけシネマスコープだったかな。まあそういうのがついて。 動画でピンボケするみたいな。で、この動画を、まあ、写真もピンボケさせられる、ピンボケっていうか、あれは合成してね、なんかそのピンボケ風にしてるんですけど、そのピンボケ風にしてる精度がもっと高まるはずなんですよ。だから、もう、なんだ、まあ今、一眼で撮ってる人もいるんだけども、ぶっちゃけ iPhone で本当に余裕っていうか、いや、今も分かんないですよ。正直初心者の人あの人あ iPhone でポートレートで撮って、エフェクトとかかけてちょっと加工したら分かんないっす。こ一眼で撮ったのか、スマホで撮ったのか、多分初心者が、まあ、プロの写真家とかが見たらそれは分かるけれども、初心者が見たら分かんないっす。だから今後多分ね、その合成技術っていうのはめちゃくちゃ上がるはずなんですよ。僕の予想ですよ。 あなたがどう予測するか分かんないですけど。で、ユーザーはね、要は綺麗に写真がどん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 撮れるわけじゃないですか。で、その撮れた写真をやっぱシェアしたいわけですよ。で、シェアできる場所といえばインスタなんで。だから、スマホの機能の性能がどこ上がるのかっていう予測。で、じゃあ、人の感情、まあ、なんだろうね、人のなんだろうな、その、行動心理みたいな。いいもの、いい写真が撮れた。 シェアしたいじゃないですか。例えばね、昔からあると、これね、ネットが普及しなかった時もあると思いますけど、普通にね、昨日の店めっちゃうまかったねんと。じゃあ、うまい店とかシェアするでしょいや、昨日のラーメン屋めっちゃうまかったぜって、マジでみたいな。映画とかね、映画見た見た見たみたいな。ね、鬼滅の刃そ、古いっすね。古いけど、鬼滅の刃見たみたいな。え、よかったらシェアするっていう、もう、 なんか心理があるわけじゃないですかじゃあいい写真撮れるじゃないですかでいい写真も撮れるわけですねどん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 性能が変わってじゃあいい写真撮れましたシェアですねインスタにわかりますこれ <laughs> あなたがどう予測するかはあなた、まあ、別に自由にやっていただいてもいいんですけど僕がなんでインスタずっと続けてるのかっていうとそういう、まあ、これからあのまあ間違いなく インスタの需要はのまあ僕、すみません、7年前から入ってるんであれなんですけど、ずっとやり続けてる理由って、インスタの需要が伸び続けると予測しているからです。これからもね、まあ爆発的には伸びないですよ。ね、もうだいぶ認知度もあって、もう爆発的には伸びないけど、ずっと新規で伸び続けると思います。それはなぜかっていうと、デバイスの進化です。これからもデバイスが進化するんで。わかります っていう予測です。だからインスタは僕もこれからもね、もう7年やってますけど、これからもずーっとやります。で、あとは僕は、そのインスタ、まあこれはね、特定の動画でい,いろいろとね、僕のマーケティング戦略を言うんですけど、要はその YouTube の、あの、やつとインスタ全く僕別枠にしてるんですよ。要は、違う層にリーチするようにしてるんですよ。だからもう、まあ、 今回のねマサキングのね1ヶ月で集客して1ヶ月で売るみたい300万上げたっていうのはちゃんと入り口と出口をしっかりやってるんですよで僕の場合はあのもうめちゃめちゃ広くめちゃめちゃ広くするというかこの広いところっていうのもんだろうな売りづらいんですよ僕のやり方は全然売りづらいです売りづらいけれども裾野が広がるわけですよでんだろうなまあこれ言っていいのかな言っていいかな言っちゃいましょうか いっちゃいましょうか。<laughs> せっかくなんで。あの、これね、多分ね、まあ、コンテンツビジネスやってる人しかちょっとわかんないと思いますけど、ま正直、ま正直、まあ、まあ、お金系のお客さんっていうのは、お金系のお客さんっていうのは、まあ、僕も変,変な人ですけど、僕も変な人なんですけど、お金系の情報商材買う人は、まあ、変な人の集まりなんですよ。まあ、僕も変な人なんですけどね。ね。じゃあ、花とかね。 あ今空とかね花とか今空をとらる人にそういうなんかいいあの心がね綺麗な人が多いんですよでその,心,の心が綺麗な人に売りたいんですよ <laughs> で今後僕はねあの、まあ、今年僕40歳になるわけなんですけどもその思考,考え方を売りたいんですよだから本とかも、まあ、例えばそのんだろうなあのえー、っとあれですよ GACKT さん、GACKT さんのは、えー、超何とか思考,思考だったかなその、あれも30万分ぐらい売れたと思うんですけど、GACKT、まあ、さんっていう、ね、ブランディング、名前もあるっちゃあるんですけど、うん、だから、そういう人たちにその思考というか、そういう切り口で売,り売っていきたいですね。だから、お金が儲かるようではなく、考え方、どう、だから、生き方とかね、どう生き抜いていけばいいのかとか、どう幸せに,幸せになるための考え方とかね。 最終的ににはそういうふういいいシフトしていきたいんですね、うん、だからそっちのなんだインスタでは違うブランディングとか違う見せ方顔も一切出してないし多分ねネットビジネスやってるなんて絶対分かんないですよ僕のインスタのアカウント見れば分かると思いますけどネットビジネスやってる人じゃないですからもう全然違いますでなんでそういうふうにやってるかっていうとそういう層の ファンというかそう作っといて最終的にコンテンツの中身をシフトした時にこ売,れ売れるようにしておきたいってことですねまあ徐々に徐々に変えていきますけどね、うん、もうさすがにねもう17年儲かるぜってやってるんでもういいかなっていう <laughs>、うん、だからそのだからまず起爆剤として40歳の一番まず起爆剤として僕は R の思考っていうのを今作り込んでるんですけど その思考ですよねただね、まあ、R の思考はねどちらかというとノウハウコレクター寄りなんでちょっとあれなんですけどなんかそのなんだろうな、まあ、一般的な本とかに売られてるね例えば稲森和夫さんの生き方とかねあれも稲森和夫さんの生き方ももう100万部売れてると思うんですけど、まあ、ずっと売ってるんであれね、うん、あと松下幸之助さんの「道を開く」とかあっち系です、まあ、ちょっとお金に寄せるんだったら本田健さんみたいなパッケージですよね お金,にお金と幸せをちょっと絡ませていくんだったら本だけみたいな感じですねだああいう感じのコンテンツにこう変えていくっていうさすがにね60になっても儲かりませんみたいなまあそれも面白いんですけどね <laughs> なんか儲かりますみたいなね60になってもやってるのはどうなのかなみたいな <laughs> で多分そのまあ、まあ、結,結論言うと自己啓発系にいくってことですねどちらかというと シフトしていいきたいの自分を啓発していく自分をかん変えていく考え方を変えていくっていうことですねでなんでこうなんで僕がこういう風な方向転換をしたいのかっていうとやっぱ今まで何万人何十万人分かんないですけど相当サポートしてきて本当に心からめちゃくちゃ思うことがあるわけですよめちゃくちゃ思うことそれは考え方なんですよいや本当に、まあ、サラリーマンマインド起業家マインドってあって、まあ、よく言ったりするんですけどもう本当ね やっぱ、ね、まあ僕も偉そうに今言ってるんですけどマジで考え方がそれじゃ稼げないしそれじゃ人生変えられないよねっていう考え方で儲かる方法をなんか買いまくってるわけですよだから要は CPU クソなんだけどなんか最新のアプリ入れて動か,動かせないみたいなねなかパソコン固まるぶっ壊れるみたいな話ですよねそう。 XP の OS なのにね、アプリ入れるみたいな。いや、XP の OS の概念にアプリという概念なかったしね。まあすみません、XP 若い子は知らないかもしれないですけど。まあ今、Windows 10ぐらいからですか、アプリみたいな概念。Windows はね。うん。だからなんだろうな、要はそこのベースですよね。だ僕も結局ビジネスの勉強してきて、いろんな本を読んできて、やっぱそこの考え方なんですよね。 もちろんマーケティングのいろんなテクニックはあるんだけどそのベース土台の CPU をしっかり作らないと結局うまくいかないとノウハウテクニックがあったとしても使えないっていうところがあるので逆に言うとそこの CPU をしっかりと構築、まあ、そこをしっかり教育した上でテクニカル的な部分ですよねでそうしたらもっとお客さんうまくいくと僕は思うわけですよ、うん、でもその CPU がクソなのに最新のノウハウを入れてもしょうがないみたいなね とかあるんでだからまあそうしたいなっていう,うでぶっちゃけ昔に比べるともうテクニカル的なやり方だったりハウツーとかはネットで検索すればいくらでも出てくるわけですよ正直昔僕17年前と比べたらもう歴然の差ですからねやり方なんかもう無限に出てくるわけですよいや無料でねそう だ一番大事なのはそれをどう調べたりとかどう考えたりとかどう捉えるのかとかねそういうところがまあ大事なんじゃないかなと思うので、まあ、今後はまあその考え方的なコンテンツを売っていきたいなっていうところが非常に僕は強いですでそこも含めて、えーなんだまあ、僕はインスタはそういうちょっと違うブランディングで見せ方でやってますうん だからちょっとま、まさきくんの、そのね、ノウハウとは、ちょっと、ちょっと考え方とか、戦略とかは違うんで、まあ、こっちはこっちで短期でね、しっかり、しっかり入り口と出口を一緒にして、しっかり売っていくと、短期で売っていくとで、中長期の、あ吉野さん、こういう考え方で、なるほど、こういう考え方でやってるのかっていうのを、ハイブリッドであれば、まあまあいいんじゃないかなと、でさらに言うと、インスタってアカウント、別に、まあ、まあ、なんか100個も作れないかもしれないですけど、別に複数アカウント作れるんですよ、インスタってね。 複数赤取れるんですよだから短期用中長期用みたいなの作るのもよしだしね。分かりますでその,その今回まさ,、まあ、こうまさき専用特典で僕が作るんでその短期用例えばねこれもやるかやらないかお任せしますけど短期用アカウントと長期アカウントでうまくハイブリッドさせて,て短期の、まあ、こっちの中期からもフィルタリングかけてこっちのアカウントに誘導していくみたいなやり方とかね、まあ、そういう戦略とかも僕の方で あのお伝えしようかなと思います、うん、だから要はこっちの正輝くんのやつと僕の考え方をリミックスさせるとどうなんねんみたいなどういうことができるのかとかねまああとは僕のやり方でしたねまあインスタはねまあ本当に今後もね僕はあもうインスタがなくなるってことは僕はないのかなと動画は YouTube 写真はインスタもうここの巨頭 ここはね、多分ね、変わんないし、ここを抜ける SNS は出てこないと思います。これは僕の予想ですけど、あなたがどう予想するかわかんないですけど、インスタを超える写真の、S、プラットフォーム、SNS が出てくると思います。バックボーン、しかも Facebook っすよ。今メタバースですけど、ね。どうすかガーファ、GAFA <laughs> <フ>。<laughs> だからねフェイスブック、Facebook、やっぱすごいなと思うんですよ、グーグルもそうなんですけど、グーグルもね、まあ、こネット検索すれば出てきますけども、当時ね、YouTube、そんなに有名じゃないのにね、もうめちゃめちゃ多額、めちゃめちゃ多額の金で買収 YouTube してるんですよ、当時しかも赤字だったしね、ねそれでも、これからは動画来るぞっつって、先見の目ですよね。 もうぶっこんででるわけですよ金をね買収してるわけですすげえ金ですよ多分すげえ相当でフェイスブックもインスタが当時従業員6名7名ぐらいのもうほんと、うん、ちっちゃい時に大きい金額で、まあ、YouTube ほどじゃないですけど結構な額で買収してるんですよだすげえなと思いますね先見の目がうんだからまあ写真はインスタ動画は YouTube でしかもこれが 大元グーグルでしょこっち大元メタバースフェイスブックねこれはね強いですよ <laughs> 強いうんなんでインスタはもうまああなたがどう考えるかわからないですけども、まあ、先ほども言った通り今後デバイスの性能がカメラ機能がもう上がってきます間違いなくで上がったらいい写真が誰でも撮れます 誰でも撮れたらううすげえかっこよく撮れたとかねかわいく撮れたとか今あ,あとね加工アプリとかもめちゃくちゃあるわけですよでかわいく撮れるしねなんかあのー、女性の方とかねもうアプリ詐欺やんけーと何やそれみたいな今度細くなるしね何なんのあれって <laughs> 絶対良くないですよねあれね <laughs> どうですかあれアプリ詐欺ですよねやめてほしいですよね <laughs> <laughs> まあでももうすげえ高性能なわけですよでまあまあいい写真が撮れたらねシェアしたいっていうのが、まあ、人間の欲求であるので言いたいとねあるじゃないですかだからまあ、インスタはこれからもあの広まってきますね新規でだって僕7年前からやってますけどいまだにあこれ新しいアカウントかなっていう人いっぱいいますからね普通に何かインスタ始めましたみたいな うん、全然いますよ普通に <laughs>、うん、だからインスタはね本当にねいいっすようんそうただまああの今回まさ、あ、きくんのね僕はまあ教材の方をまあ見てるんですけどめちゃくちゃあとねおすすめできる理由がめちゃくちゃ細かくまあ僕はああいうちょっと作らないんですけど <laughs> めちゃくちゃ細かく分かりやすく解説してくれてますだからね本当ね いいいいと思います。すめちゃくちゃゃくかりやすいですで。どこをタップしてどういうふうにやるのかってもうのを全部解説してくれてるしでマーケティング戦略とかどういうふうにやればいいのかとかどういうふうにやってるのかとか全部やってくれてるんでいいと思いますけどねだからまあ集客に悩んでる方は、まあ、インスタは僕もやずっとこれからもやりますんで <laughs> うんあのー、いやこう一つの武器としてはあった方がいいと思いますよしかも軽いんで。 本当に動画って重くないですかまあ、僕は別に撮れるんですけどどうですか動画動画もいいんですよ動画やった方がいいですよ <laughs> でもね重くないですかいや動画かーみたいにな,なるじゃないですか写真ぐらいやろうぜみたいな <laughs> しかもね写真もうんまさきくんのやり方、まあ、これからちょいちょい小出しにしてきますんであの 顔出し僕はちょっと本当すみません違う戦略でやってるんでそれはもうあの講義でね特典講義でもうがっつり言うんでそう僕の,あの考えてることですね、うん、はいということであの告知動画止まります、はい、であとねあの情報企業2.0を買われた方はしっかりやっていただきたいなとで分かんなかったらあのなんか質問をお答えください、はい、では 終わりたいと思いますありがとうございます